皆さんこんにちは、ボイストレーナーの市川です。今日も動画を開いてくれてありがとうございます。今日もみんなと楽しく一緒にボイトレを頑張っていこうと思います。今日の題材はこちら、はい、低音です。みんなは低音について深く考えたこととか何か感じることはありますか？今日みんなに伝えたいのはですね、低音の大切さです。結構カラオケが好きで普段歌を歌ってる人とか、日常生活の中で低音が出しづらいなとか、低音に憧れを感じているっていう方結構いるんじゃないかなと思います。低音は今日の題材にしてる通り、すごく大切な響きになります。歌が好きな方で言ったら説得力が出てきます。例えば A メロとか歌い出しっていうのは落ち着いたトーンで歌うっていう曲が多いですよね。そういう A メロなんかもやっぱり歌の印象が決まってしまう大きな一歩なんですよ。で、その一歩っていうのも、この人の歌うまいなとか、この人の声いい声だなって思わせるために大切な大切な要素なんですよね。それが低音です。日常の会話の声においても、まあそのものの声ですね、声についてでもやはり説得力があると、喋っていて、あ、なるほどなって相手の心をつかむことができる大切な響きになってきます。今日はそういった低音について簡単なメソッドも用意してあるので、一緒に練習してほしいなと思います。はい、ではですね、まず皆さんは低音という響きが出せるでしょうか。ちょっと一緒にやってみてほしいんですが、胸に手を当ててみてください。出しやすいように、あーでもうーでもおーでもいいので、低い声を鳴らしてみましょう。一緒にいきます。あー、どうでしょうか。おーうー、言葉は何でもいいです。あー、なりますか。この時にですね、僕の周りでもどうしても薄くなってしまうっていう方とか、弱々しい方っていうのがいます。どういう声かっていうと、なんとなく息っぽくなって響かないなっていう印象の声ですかね。低い声出そうとすると、あーあーあーと、ちょっとそれこそ説得力に欠けてしまうなっていう響きですかね。そういった方は歌の時ももしかしたら A メロで損してるかもしれない。これはね、一緒に改善できるんであればしていこうじゃないかと思うんですが、しっかり今日はね、改善法も、まあ、トレーニング法としてお伝えするので、後半までしっかり最後まで見てほしいなと思います。はい、では、自分自身の低音がどんな響きかっていうのが分かってもらえたところで、今日はじゃあおの、母音を使ってね、一緒に練習をしていこうと思うんですが、まずは喋ってる声、喋っている声、出しやすい声でおーと出してみてください。おーと出したら音程が下がっていくように、声の高さを低く下げていきましょうか。どんな感じかっていうと、おーですね。どこでもいいです。おーって出したら、おーと声の高さを下げていきます。下に下にと下げていきます。一緒にやってみてください。出しやすいところから、おー、はい、どうでしょうか。うまく、声が出せましたか。で、この時にもう一度ですね、片手を胸に当ててください。低音は胸に声と書いて矯正と呼びます。その文字の通りなんですけど、声を胸に響かせるのがポイントです。低音のね。手に、胸に手を当てた時に、手に振動が来るように響かせてみましょう。おーと声を出すと、胸にじり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 ビリビリ響きが感じられますか。もう一回手のひらでしっかりね、このセンサーを使って手を当てます。胸に声を響かせます。おービリビリ
ビリビリという響きが感じられましたでしょうか。はい、どうですか。あ、響くのが感じられるなっていう方、まあいらっしゃるんじゃないかなと思います。もっとね、もっとたくさん響かせようと思って声を出してみましょう。じゃあね、男性なんかは特にね、低音ってかっこいいなって、役者さんなんかでもね、低音が素敵な方々って多くいらっしゃると思うので、低音、男性のね、この辺からいきますか。ここを手当てて胸に響かせるように、おで、おおなるかな、お下げていきます。ここから降りていくのは難しくなってくると思います。ちょっとやってみましょう。おー、ちょっと低すぎておーってなっちゃう方もいるかもしれない。頑張って。おー、胸に、もう一個だけ下がります。おー、はい、どうでしょうか。最後の音はもしかしたらね、最後から2つくらい低かったと思います。でもね、それくらいまで出ればいいです。音名で言ったら、今最後に鳴らしたのは下の F です。下のファの音です。おー、ここですね。はい、よく頑張りました。そしたら低音っていうのはそれなりでいいので、響きですね、あーってただ出すより、胸に響かせる意識を持って、あーと出すとかっこよくなります。じゃあ実践編に行きます。おー出しますよね。おーと今やりながらお見せしましたけど、胸に響かせるようにこの3度音程をやります。響いてますか。もう一回息を吸って、せーの、もう一回いきましょう。せーの、吸って、はい、やってみてどうでしたか。今こうして喋っている時も、低音の練習をしっかりした後の声というのは響きが加わっているのが実感できると思います。声がなんとなく響いてるような気がするなとか、よく通る声になっているなっていうのが今実感としてね、得られているんじゃないかなと思います。これをですね、そうですね、カラオケに行く前とか、なんかこう、Bluetooth でも CD でも好きな曲を流してもらって、男性であれば同性の曲を流した1オクターブ下のキーで一緒に歌っていく。それをやるだけで、すごくね、声の通りが良くなって、響きのある声が作られますので、これはぜひね、ちょっと練習してほしいなと思います。まずは1週間くらい続けてみましょう。胸に響かせることを意識して、低音、胸声と書いて矯正を意識して声を出す。それをまずは1週間練習してみると、絶対にね、あ、上手くなったな。マイクを使ってもマイクの通りがいいなっていうのが、また実感してもらえるかなと思うので、ぜひね、まずはやってみてください。今日のレッスンは低音でございました。ぜひやって、実感できたことがあったら、いいねとかコメントなんかもいただけるとね、僕も嬉しいなと思いますので、どうかやってみてください。それでは今日のレッスンは以上になります。また次のレッスンでお会いしましょう。